一日中むさ苦しい連中と顔つき合わせて何が楽しいのか。月島てめえ、半径500メートル以内に清子さんがいる空間はむさ苦しくねえんだよ。清水は家近いから用事終わったら帰っちゃうよ。なんか子供、見間違いだぜ。窓に映った自分とかに決まってるじゃねえか。見間違い、見間違い。何騒いでんだ野谷さん。でも野谷さんの身長が縮んだ。やってめえ、笑ってんじゃねえ。あんまり騒ぐな、大事に怒ら。うっかり、もしかして美人のマネがいたりしたら。俺は絶対に許さない。その時は覚悟しとけよ、カラスの。山本、うるせえ。おい、剣馬はどう思う。なんだこら、やんのかこら、シティボーイ。こらやんのかってやるんだろ、これから試合なんだから。あとシティボーイとかやめろ、恥ずかしい。山本、お前すぐ喧嘩ふっかけんのやめろ、バカに見えるから。しゃあ、ピンチの時に決めんのは朝日さんだけじゃねえんだぜ。そい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 。さすがにみんなバテバテですね。もう一回。お前めちゃくちゃ動いてるだろう、体力底なしか。こらこら、ダメだ。バレーいつからやってるんですか、誰に教わったんですか、センターいつからやってますか、自然フレンド自分で考えたんですか、練習したんですか、壁にぶつかったことありますか。うちのはもっとガーって感じのやつ。俺のことだ。次は負けません。次も負けません。怖い、怖いから。エキジー10番止めろ。カッコつけてんじゃねえぞ、赤点遅刻軍。朝日、ラスト。おう。皆さんはここにいるチームの中で一番弱いですね。でも言い返せない。あ、あれってもしかして東京タワー。あれは普通の鉄塔だね。あ、そこの練習やる。ボール出します。なんで一杯行きますみたいなノリなんだろう。メガネ君はストレートをきっちり締めとけよ。やっぱメガネ君さ、読みはいいんだけどこう弱々しいんだよな、ブロックが。腕とかポッキリ折れそうで心配になる。おい月島、もっと食え、持たねえぞ。西野屋さん、胃は大きいんですね。なんだと、生意気なやつめ、ほんとに怒らせる。ちょっとやめてください。おい、大地に怒られるぞ。ボクトさん今逃げましたね。一応僕ら試合になったら敵同士ですよね。どうしてアドバイスまでしてくれるんですか。僕が親切なのはいつものことです。何もそんな目で見なくても。よっ、カラスのチビちゃんがめっちゃフライング上手くなってる。チビちゃんってヤクさんとヒナタあんま身長変わらないじゃないですか。この練習試合全部終わったら監督たちのおごりでバーベキューらしいぞ。バーッ、お兄ちゃん、
肉肉お肉肉合わせて肉肉お肉肉アレルヤお肉神様お肉神様先生バーベキューのことを話してなかったのか嘲笑うようにかませあ、ひなたがオクトさんが教えたんじゃないですか。お前、頭使ったのか。熱出るぞ。ほんと、お前にだけは言われたくねえ。お願いします。しゃー、今度こそ止めるぞ。せーの。お、け。あ、もしかして。あれ来ちゃった。うっそ早くね。ああ来た。明石。今日はもう俺にあげんな。出た。僕としょぼくれモード。なんだ。天馬のやつが。僕てめえ。横取りすんじゃねえこの野郎。このタイミングで。浮かれついでに清子さんに近づく輩を決して許すな。仰せのままに。行け行け、お前行けよ。いや、僕はそんなには。ほら、野菜も食えよ。天馬だ、こら。お米を食えよ。肉だろ、肉を食え、つき。これはまるで巨人の密林。届きますか。何か取る。私おいしくないです。じゃなくて、はい、大丈夫です。今これをいただこうと思ってまして。おいしい。人生のような味がします。お茶いる。水もありますよ。街中だったら通報されそうっすね。我がフクロウダニグループのマネちゃんズはレベルが高いが、カラスノが加わってそれがさらに上がったと思うが、どうだろう。異論は